タイガーマスク勝村修一郎。勝村は養護施設の職員として働く傍らプロの格闘家として活躍し、寝起きを共にする子供たちに夢や希望を与え続けたリアルタイガーマスクとして知られる選手だ。現在は勤務を離れてしまったものの、厳しい練習の合間を縫い、今でも施設内で子供たちに格闘技を教え、人として強く生きる大切さを伝え続けている。ゼストにはグランプリ2開幕戦にちょっとだけ参戦し、そして先日行われたゼスト7ではライバル所秀夫とタッグを組み、レミーガから三角締めで見事一本を奪っている。一方、今回の対戦相手となるセルゲイは現在リトアニア国内で誰もが対戦を嫌がるレミーガに対し、唯一挑戦表明をしているというキック、そしてサンボをベースとした選手だ。今回事実上初のメインを任されることとなった勝村は、その大きなプレッシャーの中、リトアニアのニューカマーを相手にきっちりとゼストな試合を見せられるのか。そして前回味わったあの忘れられないマイクの味をきっちりと一本勝ちし、再び噛みしめることができるのか。The first round. Ready? Fight! セルゲイ選手、グラウンド状態でサポートをしていない肘での打撃によりイエローカードが出されます。再開します。クリアチェーン。Thank you.
勝ちました勝村選手には、イサム様並びにゴーフジム様より勝利者賞が贈られます。